クリス・ジョン、クリス・ジョン、クリス・ジョン、1979年9月14日イは、インドネシアの元プロボクサー。元 WBA 世界フェザー級、スーパー王者。本名は、ヨハネス・クリスチャン・ジョン、ヨハニス・クリスタイアン・ジョン。出身。右ボクサー・ファイター。元 IBF 世界、スーパーフライ級王者、エリー・ピカル。元 IBF 世界ミニマム級王者、ニコ・トーマスに続く。 インドネシアでは3人目の世界王者。インドネシア初の WBA 世界王者。体が柔らかく、相手に芯を打たせない戦い方をする。ザ・ドラゴン、ザ・ドラゴン、ザ・インドネシアン・シンマン、細身のインドネシア人などの異名を持つ。元サンダ選手で、インドネシアでは少数派のクリスチャンに属する。トレーナーは、インドネシアの敏腕トレーナーである。 スタン・ランビンがデビューから2004年まで務め、2005年から引退までオーストラリアのクレイグ・クリスチャンがマネージャーを兼任する形でトレーナーを務めた。1998年6月4日、プロデビュー。1999年7月13日、インドネシア・フェザー級王座獲得。その後一度の防衛に成功。2000年5月5日、イバ、 インドネシアボクシング協会フェザー級王座獲得。2001年11月9日、パバフェザー級王座獲得。その後5度の防衛に成功。2003年9月26日、オスカーレオン、コロンビアと WBA 世界フェザー級暫定王座決定戦で対戦し、2から1の判定勝ちで暫定王座を獲得。同年11月1日に正規王者、 デリック・ゲーナーがファンマヌエル・マルケスとの WBA IBF 世界フェザー級王座統一戦に敗れ、マルケスがスーパー王座に認定されたため、ジョンが正規王者に認定された。2004年6月4日、有明コロシアムで佐藤治虫、競泳と対戦し、3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。2004年12月3日、ホセロハス、 ベネズエラと対戦し、4回負傷判定引き分けで2度目の防衛に成功した。2005年4月22日、元王者、デリック・ゲーナー、アメリカと対戦し、3から0の判定勝ちで3度目の防衛に成功した。2005年8月7日、オーストラリア・ペンリスで、トミー・ブラウン、オーストラリアと対戦し、10回 TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。 2006年3月4日、ジョンの地元、インドネシアで、ファンマヌエル・マルケス、メキシコと対戦し、ローブローで2度の減点を追い風に3から0、117から111,116から112,116から 110? の判定勝ちで5度目の防衛に成功した。2006年9月9日、レナン、アコスタ、パナマと対戦し、3から0の 判定勝ちで6度目の防衛に成功した。2007年3月3日、同級1位、ホセロハスと再戦し、3から0の判定勝ちで7度目の防衛に成功した。2007年8月19日、神戸ファッションマートで、同級6位、竹本ありき、千里葉神戸と対戦し、9回終了 TKO 勝ち。8度目の防衛に成功した。 2008年1月26日、ロイネット、カバジェロ、パナマと対戦し、7回終了 TKO 勝ちで9度目の防衛に成功した。2008年10月24日、後楽園ホールで同級4位、榎野木博之、角藪宝石と指名試合を行い、3から0の大差判定勝ちで10度目の防衛に成功した。2009年2月28日、 アメリカテキサス州ヒューストンのトヨタセンターでロッキー・ファレス、アメリカと対戦し、試合を優勢に進めながらも、判定ドローで11度目の防衛に成功。6月27日に再戦予定であったが、自身の病気により試合が中止された。2009年9月19日、アメリカネバダ州ラスベガスの MGM グランド、ガーデンアリーナで、同級1位ロッキー・ファレスと再戦。 パから零の判定勝ちで十二度目の防衛を果たした。2010年十二月五日、約一年三ヶ月ぶりの試合として、地元インドネシアにおいて、同級十五位、フェルナンド・デビット・サウセド、アルゼンチンを迎えて十三度目の防衛戦を行い、十二回判定勝ちを収めて十三度目の防衛に成功した。二千十一年四月十七日、地元インドネシアで、 同級5位、ダウトヨルダン、インドネシアを相手に防衛戦を戦い、3から0の判定勝利を収めて14度目の王座防衛に成功した。2011年11月30日、オーストラリアパースで、同級11位、スタニスラフ・メルドフ、ウクライナと対戦し、3から0の判定勝ちで15度目の防衛に成功した。2012年5月5日、 シンガポールのマリーナベイサンズで同級14位、木村昌司、花形と対戦。挑戦者に何もさせず3から0の判定勝ちで16度目の防衛を果たした。2012年11月9日、マリーナベイサンズで同級7位、チョンラターン・ピリアピン・ヨー・タイと対戦し、3から0の大差判定勝ちで17度目の防衛に成功した。 2013年4月14日、インドネシア・ジャカルタで、同級6位、細野悟、大橋と対戦し、3回負傷引き分けで18度目の防衛に成功した。2013年12月6日、オーストラリア・パースのメトロシティにて、イボ世界フェザー級王者シンピウィベとイエカと対戦し、ジョンの6回終了時危険により、プロ初黒星を喫するとともに、 WBA 王座の9度目の防衛に失敗し、WBA 王座から陥落、異ボ王座の獲得にも失敗した。2013年12月19日、ボクシングから完全に引退すると声明を発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。